かしいって、こうやって抜きにかかりました。どうしてもね、起きられちゃう時とかあるんで、ブリッジがパーンとかに抜けられちゃう。ここは、こうや。こっち側や。はい。下にあるんですよ。これで、今僕、ガブレてるんで、ガブったんで、まあ、選手がね、状態の後ろで、アナコンダジオです。僕の、この左手は、この首を巻いてるんですけど、こういう感じで、おかまの手ですね。おかまの手してるから、お脇の下に手の甲を当てて、こうです。そしたらこっち、こうちょっと締めて、ここでクラッチをつけてください。そしたら肘を使って相手の腕を流しにかかります。そしたらこのまま回転してください。回転したら足を使ってこの腕を固定します。膝裏がですね、膝裏で固定しちゃいます。これちょっと肘張ろうとします。で、完全に今僕は腕を固定している状態なんで、ここまで来たらこの腕をまっすぐ伸ばしていって、自分の肘の裏側ですね、裏側でクラッチを取って相手のここに巻いてください。そしたらそのままチョークを取っていきます。もう一回いきます。ちょっとこれ自体が分からない方もいるかもしれないので、ガブリからもう一回やってみましょうか。ちょっと先月の復習のためです。どっちの手でも得意な方があると思うんですけど、僕左手が得意なんで、こうです。手の甲を脇の下に当ててください。そしたら右手甲をチョークする感じです。で、ここでクラッチしてください。で、肘を内側に絞るようにして、この腕を内側に流します。長さはどっちに回ってないです。こっちで回らなかったら、このまま反対に半回転すれば、これ同じことなんです。同じことですね。さっきと同じ体勢なんで。この流す方の手が上に来ている状態ですね。そしたら、このままでも、まあ、ちゃんと流れていれば、ズバッとクラッチ組んで、決めないくらいですけど、結構外に張ってくる人が多いんで、こうやって張ってくられるんで、そしたら足を使って流しちゃいます。足組んでおくと、足の力で相手の腕を流すことができます。で、決め方なんですけど、自分のところ手首の硬いところが相手の、ここの頸動脈に当たってます。こっちだけでいいです。こっちは相手でも問題ないです。こっちさえ当たってればいいです。このままクラッチこう伸ばして直スイーパーです。このままここに置いちゃいましょう。そのまま絞っていくと、決めます。これをハーフワードからというだけなんで、あんま難しく考えすぎないでください。全部つながってくるんで、起き上がってきました。さっきまでの展開をしておきます。僕はパスワードしようとしてるけど、相手のブリッジを当てて、ここまで来ました。頑張りましょう。回して、で、足首を流すために、ここ。で、ここ。最後。じゃあ、ここまで最後にやっていきましょうか。よろしくお願いします。